があるんだけど。レンジャー藤原、レンジャー上山です。それではご覧ください。
こんにちは。次の展示まで若干時間がありますので、先ほど重たい荷物、この自衛隊でいう肺の皆さんでいうリュックがどのくらいの重さかを体験してもらいたくて、体験していただきたい人を募集します。ですが非常に重いので、今ナレーションしてくれている志賀山荘がどういうふうにしようか、ちょっと展示をしていきたいと思いますので、ご覧ください。あたかも簡単にシューって降りてきましたけど、実はこれ30キロぐらいです。僕の片手で持つのは非常に大変な重さになっております。電車隊員はこの重い荷物プラス体につけていた装具、銃、全部総重量でいうと50キロぐらい重くて、3日3晩山を歩き続けたり、したりします。なので強靭な精神力と体力がないと、レンジャー隊員にはなれないんですが、ですがこの30キロぐらいの荷物だと、もう女性隊員でも一応持てるとなってますので、ちょっとやってみたいと思います。まず寝転がってですね、リュックの上に乗ります。で、肩紐を通します。で、しっかり体に密着させるように縛ります。で、腰ベルトしっかりつけます。で、ここからはい、置きましょうってやっています。どうぞこれ頑張れ、これが難しいですね。なので、レンジャータイムもそうですが、ここからうつ伏せに突き返します。これね、そこからあと気合ですね気合で立ちます。ちょっと歩きますか。どうでした？かなり重いです。今までレンジャー隊員のこと大したことないと思ってない。はい、レンジャー隊員はやっぱそのくらいすごい隊員ということを皆さんにお伝えしたくて、今このようなことをやっております。じゃあそれでは下ろしていきます。逆順ですね。はい、ありがとうございます。それでは将来有望な自衛隊に入りたくてレンジャーになりたいっていう中学生や高校生の皆さん、やってみたい人いませんか？はいはいはい、多いですね。お願いします。いいぞ、いいぞ。もう前から来るんですよ。すごい、有名です。うん。
おお。すごい。ちょっと入ってみようか。いいね。いいっすね。おお、いい。中学生だそうです。素晴らしい。入隊したらいきなりこんな重い荷物持てないんで、デンジャー隊員が持ってくれるから安心して入隊を目指してください。ありがとうございました。ご視聴会ぜひ初見たいと言って、あーどうぞ。やばった軽い軽い。持ってる荷物あんま変わんない。マジで頑張るよ。何年生ですか？何年生。じゃあ負けられないね、さっきの中学生には。行け、リュウキ。普通の人なの？全然は50キロぐらい。全然は入れてるから。中学生にあれ？中学生持ってる？あれ？キープ量の。え、さっき何万手だったことないの？やば。さすが。どうでした？水槽が水槽。じゃあやばいな。あの将来有望です。ぜひ自衛隊目指して頑張ってください。ありがとうございました。ハイドの体験を終わりたいと思います。ありがとうございました。もう来ないです。最後に市街地における先兵兵道の場面を展示いたします。状況として建物の内部から隠密に外の状況を確認しつつ前進する要領となります。それでは実施いたします。状況開始。先ほども申し上げましたが、レンジャー隊員が持っている小銃には実弾はありません。訓練で安全を確保しておりますので、人に銃を向けているわけではありませんので、ご安心ください。皆様から向かって右側の隊員は下方の安全を確実に確認しております。なんか簡単そうにやってるよ。今めっちゃ余裕そうでやってる。引き続き中間テラスのから安全を確実に確認しております。
皆さんご覧の通りレンジャー隊員は一切声を発しておりません。アイコンタクトおよび手信号により次々と降下していきます。どんな状況においても冷静沈着確実に実施するのがレンジャータイムとなっております。レンジャー隊員は既に降下をし安全を図ることができました。状況終了。以上でレンジャー訓練展示を終了いたします。皆さんの前に整列しているレンジャー隊員6名による展示でした。彼らレンジャー隊員は所属している部隊としての行動を行いつつ、状況によってはレンジャー隊員として招集され特別な任務を行うため日々レンジャーとしての技術の向上に努めています。これからもご理解とご協力をお願いします。本日はお集まりいただきありがとうございました。